はい、でも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。おむちゲームズのおむちです。はい、というわけでね、今回なんですけど、今日ね、スピリーグが開幕するということでね、僕のね、スピリーグのね、オーダーをね、ちょっとね、見ていこうと思います。ということでね、早速いきたいと思うんですけど、まあね、皆さんご存知の通り、ガチャの運がね、相当悪くて、最新シリーズの選手ね、まあ、4000の選手が誰一人もいないっていうね、はい、もうね、おかしいです、はい。もう相当ガチャ回してミキサーしたんですけどね、うん、誰一人と入ってこなかったっていうことで、先にそれをお伝えしたいと思います。それでは野手ね、野手のオーダーはね、まあ、とりあえずはこんな感じにしてます。スピ解放ね、マジ頑張りました、僕、本当に。まあ、翔さんもね、まあ、3800にしたかったんですけどね、まあ大体ね、やっぱこんな感じですね。大谷選手をね、敬遠されたらガチきついっていうのはある。うん。あとね、片岡選手のスプリッツ3500でもね、結構きついんですよね。まあ、ただね、やっぱ片岡選手僕好きなんで、まあ、I でね、なんとかしたいと思います。あと、守備適正はね、普通に B で、ぶらしてもまあそこそこはできるんでね、いいと思います。そうですね、あとね、守備かな、守備。守備がね、僕のね、今までのオーダーと比べたら、だいぶ下がってるから、結構きついんですよ。渡辺選手もね、今までずっと B だったんですけど、D に下がったから、ちょっときついってのはあるけど、まあ、3800の方がね、さすがにいいかなと思って。3200はきつすぎるよね、野手で。ってとこっすかね。で、特能なんですけど、特能はね、もう野手は全員上げました。はい、もう全員マックスっす。はい。全員マックスにしました。結構きつかったっすね、これも。あえてモチベがなかったのがね、無理やりやってましたね、はい。ということで、まだね、田中選手もね、これね、もう煙突コーチ使いたいぐらいなんですよね。もうさすがにもったいないかなと思って使ってないですけど、様子見。で、まあ、あと、宇佐美選手は、まあ、そのまま行くかもしれないし、ワンチャンってか、場合によっては代打で今川選手とか、ワン選手。そしてキャッチャーに清水選手入れようと思ってます。本当はね、近藤選手を途中からキャッチャーで出たいってなるんですけど、これ、キャッチャーできないんで、諦めます。またね、片岡選手もスピン負けしそうだったら代打して、最後、杉谷選手をサードに入れるってこともあるかもしれない。まあ、ぐらいですかね。あとはまあ、普通に行くと思います。あと、一応、控えの選手なんですけど、控えの野手にね、野村選手もね、育成したらちょっと入れたいなとは思ってるところはある。うん。まあ、ぐらいかな、野手は。まあ、あと、選手も育成したらワンチャンってところあるけど、まあ、多分ないかな、うん。続いてピッチャーです。ピッチャーはね、ちょっとね、伊藤選手だけね、まだ特能が上がってないんですよね。だから急いで特能上げようと思います。そしてピッチャー、まあ、こちらもね、有原選手かな。有原選手スピ解放しました。こちらはね、スピ解放有原選手ぐらいかな。あとはもうほぼ全3800かな、先発は。うん。中継ぎがね、しんどいんですよ。玉井選手3400です。まあ、玉井選手そこそこ強いと思うんだけどね、3400はね、どこまで通用するか僕にも分かりません。はい。まあ、あとはね、堀選手も3500と、結構きついですね。うん。まあ、で、抑えはね、この間動画に上げました、秋吉選手で。まあ、結構そこそこ通用すると思うんで、まあ、秋吉選手を信じて。まあ、基本はね、やっぱ先発陣は強いんで、先発陣でできるだけ試合回したいなと。まあ、あとは宮西選手をどれだけ使わずにね、試合回せるかってとこが鍵かなと思ってます。まあ、池田選手も今、まあ、いけるかな ?3800 で。うん。って感じですね。まあ、先発は強い。と、加藤選手がね、やっぱ本当惜しかった。うん。改めて思います。上沢選手もね、まあ、普通にやっぱ強いよね。で、他のね、ピッチャーじゃ、やっぱピッチャーはね、たくさんいることに、あれ、ほんとね、いいから、ピッチャー本当は欲しいんだけど、他にね、まあ、アーリン選手育成してないけど、まあ、いけるのかなと思ったり思ってなかったり。まあ、あと、川野選手はスピリッツ低いけど、多分投げると思うな。うん。そうっすね。まあ、特殊能力も上げて、いこっかな。そうっす。あと、マルテレー選手ワンチャン先発にして、伊藤選手を中継ぎに入れるってパターンももしかしたら大会中あるかもしれないと思ってます。はい。まあ、ぐらいかな。あとは、まあ、そんぐらいと思ってますね、あとも。長谷川選手もちょっときついかな。まあ、中継ぎがどうしてもきつくなってきたらいるかもしれないけど、あとロドリゲス選手とかもね、まあ、基本はこれでいきたいなと。まあ、できればね、先発を引っ張って僕は行く形ですね。うん。まあ、伊藤選手あたりはちょっと厳しいとこあるけど、うん。
そうですね、そういう感じでいこうと思います。ちなみに金子選手は、コンボ要員、金子選手も結構強いんだけど中継ぎできないですよ、僕のやつが3100なんで、うん、スペ解放もね、まあ、しないで、まあせまあ、多分投げないですね。3100はね A ランクよりも低いから多分、はい、ってことでね、コンボなんですけど、コンボはね9951、うん、多分ねこれね360にしたらもうちょっと上がると思うんですけど、まあまあまあスピリッツが低い分ねコンボでなんとかやっていくっていうパターンでいきたいと思います。はい、ということでね、これでね青リボンかな、あの100位以内ね今回狙ってね頑張ろうと思うんでね、皆さん生放送でね多分やっていくと思うんで、ぜひ皆さん来てください、よろしくお願いします。ちょっとガチでね今回100位になって頑張ると思うんで、ね、よろしくお願いします。それでは皆さんも頑張りましょう。おちちー。